族が第一なんて政治はですね、私は間違ってると思います。いや、個人の権利、もっと大きなものを守るために個人の権利を抑えて、今はこうだよっていう、もう憲法にそういう精神の規定もないから、憲法にそういう緊急事態を要請されたら経緯に緊急事態を法律も続いても発生です。今18歳で国防の義務ということとセットになっています。この国を守る義務があるから、主権者の権利行使、最大の権利行使であるこの選挙権、投票権を持っている、その国防の義務というものがですね、日本の中にあるのか。で、これは憲法には全くそういうこと書いてませんけれども、まあ書いてあろうがなかろうが、当然主権者が国防の義務がないなんてありえないわけで、新しい選挙の方には対抗心を持っています。一般国民で、そのために命をかけられたのか、誰が、勉強している先生たちがいます。月の大震災において、県産地の女性職員が会場に下見に泊まった先がいない祖国を守ることになります。泉さんが市長やって、これしますあれしますってなった時に絶対ちゃんと実行してくれる。安心して2人目埋めるなって思ったのも、やっぱ泉さんがこうやってくださった支援だったりとか、環境を整えてくれたから。ポリシーは市民目線、町を生まれ変わらせた泉前市長が考える。明石市が補助する養育費は、一般的な自治体に比べ、子ども3人の家庭ではなんと年間100万円も多いといいます。こうした子育て支援が始まっておよそ10年、その効果は着実に現れています。地元は加古川市ってとこなんですけど、子供いないうちから住んでたんですけど、もう子育てがいいので長いこともっと住もうかっていうふうに夫となって、みんな引っ越してきて、引っ越してきます。今後考えたら明石がいいよねって言って。旦那は他県なんですけど、あら明石がいいからってお願いして。子育てのために移住した人が至る所に。明石市では10年連続で人口が増え続けていて、一人の女性が。はい、こんにちは。今日もまた冒頭にですね、ショートを2本見てもらいました。もうこの2本のショートを見ると非常に対照的なのがわかりますね。まあ、この、例えば、まあ、自民党の、まあ、稲田とか、まあ、元法務大臣とか、まあ、あとは、ヒゲの隊長さんとか、まあ、安倍さんが考えてる、まあ、これから日本をどういうふうに作り変えていくかっていう。まあ、それはですね、今、話題になっている緊急事態条項ですね。まあ、憲法を改正して、緊急事態条項を入れますと。まあ、これを入れることによって、まあ、自由に、一般人を徴兵して、そして戦場に送ることができますと。まあ、あるいは、あなたの、それに従わないと、まあ、あなたの口座を勝手に凍結したりとか、まあ、あなたを、それに歯向かうと、裁判もなしに、まあ、投獄したりとか、いろんな権利があるんですよ。もうこれ、戦前の治安維持法とか、まあ、ああいうのありましたね。まあ、あれ以上のひどい法案なんですよ。まあ、でも、憲法を改正するには、国民の投票が必要になって、過半数の投票が必要になりますと。まあ、また最近では、松本人志の、この今騒動が起きてますけど、まあ、松本人志騒動の間に、まあ、自治法ですね、地方自治法、まあ、いろんな行政区に対して、まあ、中央権力が、まあ、自民党がいろんな命令をして、まあ、その行政府から命令を市民に下せるって言うんですけど、まあ、一応それも憲法ですね、日本国憲法ちょっと調べたところによると、まあ、95条、地方公共団体のみに適用される特別法は法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ国会はこれを制定することができないと。憲法95条にはこういう規定があるんですよ。つまり
政府が、まあ、自民党が各行政府に勝手に命令するような、そういう法律は作れないんですよ。仮にそういう法律を作ろうとしたら、それこそ憲法を改正するわけですから、国民投票が必要になってくるんですよ。だから最近、緊急事態条項に対する国民の関数の賛同が必要ですから、国民投票して、関数の賛成が必要になるから、それに変えて、地方自治法を変えることによって、緊急事態条項を日本全国にルフしてしまおうというんですけど、憲法95条によると、まあ一つ一つの都道府県はそれを、都道府県別に、まあ県民投票とか、まあ大阪であった大阪、大阪都構想ですね。あれにやるときも、大阪の人の投票が必要になりましたね。で、負けましたね。必ず取れないで。あれが必要になってくるんですよ。なんか最近、自治法を変えて、緊急事態条項を載せようと、通そうとして、それで松本人志事件を起こして、それで、その陰でやってしまうっていうのがあるんですけど、まあ、この、憲法が私が見る限りは、それも非常に難しいことなんですよ。ですけど、いろんな裏技を使う可能性がありますね。はい。まあ、ここで一番言いたいのは、まあ、この人たち、稲田もそうですし、桜井よし子なんかもそうですし、安倍さんもそうです。このヒゲの軍隊長もそうですけど、国民の生活のための日本とか、国民の生活のための日本とか、国民生活第一の日本とか、あと、国民第一基本的人権、平和主義、こんなものはおかしいと。そうじゃなくて、国を守るのは、国民は当たり前だから、緊急事態条項とか憲法改正して、政府が自由に、徴兵したり、それに、賛成しない人間の、口座を凍結制度。カナダのこれやってましたね。あと、アイスランドかな、YouTuber でも、反政権のことを言うと、もう捕まっちゃうっていう。はい。こういうことをやってます。これが、ですむしろ普通だって言うんですよ。要するに、法律によって、まあ、政権は自分たちと自由に何でも国に対して強要できるっていう。これが普通のあり方であって、じゃないと国を守れないっていうのが、安倍とか、稲田とか、桜井よし子とか、まあ、時の法務大臣とか、まあ、ここに出てた、まあ、自民党の連中の考え方に。それに対して、泉さんって真逆のことをやってますね。国民第一主義どころか、国民の生活を守るともに、国の明日を担う子供たちを大切にしようと。子供が生まれたらもう、3人目から100万以上の、補助金がいきますと。そして、もう、明石市のど真ん中に、無料で遊べる図書館と、子供たちが遊べる施設を作って、そこに、みんな、親が子供を連れてくると、周りに、お昼ご飯を食べるんで、お金を落としてると。そして、駅前にゴーストタウンがあったものが、今も、たくさんのレストラン街になりましたと。そして、税収も上がりますと。何よりも、金券からもう13年以上連続して、人口が流入して、税収も上がりますと。それに対して自民党っていうのは、国民からの税収をいろんな形でちょこまかちょこまか、どん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 議員のポッケに入れて、さらには、まあ、変なことが起こると、変なダミー会社にマスクを発注したり、いろんなものを発注して、その上がりを変なところに、パソナとか、なんとかに、管理させて、そこに金を入れて、そこからキックバックもらってるとか、経団連からキックバックもらってるとか、で、もらうとそれをトヨタ自動車の輸出の補填に当てるとか、もう、やりたいことやってますね。その挙句が国民を法律でがんじがらめにして、そして戦争を起こせる国なんだダメだと。そうじゃなくて国民が本当に泉さんが作るような国民を大切にしてくれる素晴らしい日本にすれば国民自らこの国を守らなくちゃいけないと。僕たちの素晴らしいこの国は僕らが守らなくちゃいけないっていう意識を持って、立ち上がるんだっていう。これが泉さんの泉ですね。まあ、これが天の理にかなった。天の理にかなった本当の政治家の道ですね。それに対して強引に戦争で政治がやりたい放題、私腹を肥やし放題、パーティー券売り放題でキックバックもらい放題、さらにいろんな手当で年収が、もう何千万もありますと普通に議員やっただけで、海外に視察っていけば金が出てファーストクラスでスイートルームに泊まれるみたいな、もうめちゃめちゃなことをやってますと国民の税金を猫ババするようなですね。はい。それでさらに国民の政治、法律でがんじがらめにして戦争に行って、それに歯向かうと捕まえちゃうっていう裁判もしないでっていう。はい。こういうも基本的人権おかしいとか、国民生活大事なとおかしいとか、これが民主主義じゃないですよ。自由民主党なんですよ。自由で民主主義を第一にするから民主党で、それは憲法のもう、
一番重要なところに、規定されてますと、第31条何人とも法律の定める手続きをよらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またその他の刑罰を課せられないと。そんな、法律の定める手続きなしで、もう、国さ、逆らって捕まえちゃうと、これは北朝鮮とか、今のもう中国とかじゃないですか。はい。何人とも事故に不利益な供述を強要されない。38条、37条、すべて刑事事件においては被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有すると。もうこういう人の人権がきちっと保障されてるんですよ。このですね、憲法を変えなくちゃいけないっていう。それで国民は国を守るためには徴兵されるのが当たり前だって、それが国民の義務であるなんてことはないんですよ。守るべき価値のある国を作ると。ナポレオン時代に、ナポレオン時代のフランスってものすごい強かったですね。あれってフランス革命があって、それまで、まあ、ブルボン王朝、王政によって王様がもう自由自在に国民に悪法を課してましたと。もう税金で、やっと実った農作物をみんな取られてましたと。しかも大不作で国民は食べるものなくなりましたと。そこで革命が起こって、いよいよ民主、憲法が生まれて、ナポレオンが法典を作りましたと、民主法典を作りましたと。その中には何人とも法のおいては、法の前においては、自由であると。そして議会が生まれて、その議会において、国民から選ばれた議員がきちっと法律を制定すると。何人たりとも、法の前には自由であり、きちっとした裁判を経なくては、法律の罰は罰則される。これがあったからこそ、こんな素晴らしい国が、世界に先駆けてアメリカとフランスにできましたと。この素晴らしい国を守るために、当時の兵隊さんたちは、フランスの兵隊さんたちは戦ったんですよ。他の国、ロシアとか、オーストリアとか王政でしたね。ですから、このフランスの、民主化の波が他の国に広まらないように、ナポレオンのこのフランスを叩き潰して、再び王政に戻してしまおうと。これが他の国と戦ったナポレオンの民主主義のナポレオンの、国の強さだったんですよ。島津ですね。日本の戦国時代、島津っていう、九州のすごい強い藩がありましたね。あそこに捨て鎌っていう戦法がありましたと。捨て鎌っていう戦法は、いよいよ島津軍が窮地に陥った時、自分の島津の殿様を助けるために鉄砲隊があぐらをかいて、そこに座ると。もう、その瞬間自分たちはここで死ぬんだと。そして敵軍の攻撃をそこで食い止めるっていう捨て鎌っていう、もう、まあ、神風っていうんですか、もう命を捨てた戦法がありましたと。それによって島津の大将は、関ヶ原からも命からがら九州の南端に着くことができましたと。こういうすごい心構えっていうのは島津にあったんで強かったんですよ。ところが当時のナポレオンのフランス軍にはこんなの当たり前にあったんですよ。もう、俺たちはここで命を捨てるからって、当時のマスケット銃を持った兵隊さんたち、よし、俺たちもここで死ぬぞっていうことで、みんな座り込んでマスケット銃を構えて敵の反撃を食い止めるっていうのは、ごく当たり前のこととして当時のフランスにあったんですよ。俺たちは死んでもいいと。だけど俺たちの孫の世代にはこの自由なフランスを残しておいてやるっていう。だからナポレオンって強かったんですよ。そこにナポレオンの天才的な戦略戦術があったから、ナポレオンはオーストリアとか、プロシアとか、ロシア、そして、を抑えて、ヨーロッパを統一して皇帝ですね、の地位を得たんですよ。こういう、フランスの絵には強さがあったんですよ。これを信じたんですよ。本当の自由っていうものを。ですから当時のフランスでは守る価値の、国民から見ても守る価値のある国だったんですよ。それはまさにこの二つの動画の後半で泉さんが言った、本当に国民を大切にし、子供を大切にし、子供の未来を守る国であれば、大人は自然とそれを守るために戦うわけですね。ところが、自分たち政府は、甘い汁を吸って、国民から税金をいろんな形で給料にして騙し取って、そしてさらに緊急事態条項で国民を、戦場に送って、稲田とか安倍とか、ここに出た連中ってのは、自分たちは戦場になんか行かなくてもいいと。そういう考えなんですよ。明治政府の日露戦争において、例えば東郷平八郎なんかいましたと。彼なんか戦艦三笠に乗って、バルチック艦隊を倒した時、その最先頭にいたんですよ、三笠っていうのは。三笠っていうのはその最先頭にいて、バルチック艦隊が、右に、曲がったところに、有名なアルファ回転しましたと。
その回転するその先頭にいたわけですから、向こうのすべての戦艦が横並びになって、その弾が先頭にいるミカサに、東郷平ちゃんのもとミカサに集中してくるんですよ。それは一発も当たんなかったんですよ。それで横並びに並んで、他の戦艦が並んだところで、すべての戦艦が A ロシアの艦隊に対して、砲撃をしたところ、全滅させたっていう。明治維新とかのですね、強かった日本軍の秘訣っていうのは、このトップが一番危険な場所にいるんですよ。これが兵士たちがついてきたことなんです。それがどん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 、第二次世界大戦をついて、大本営なんてところでぬくぬくと地図を見ながら、幹部が、あっちに行け、こっちに行けって舞台に言ってるだけになって、結局負けてしまったと。まあ、しかも現場の人の言うことも何も聞かない、分かったわけですね。それがまあ第二次世界大戦で負けた大きな理由。また年功序列で、ナグモ、長官なんていうのは水雷の専門家で、全然空母艦隊なんか指揮する知識も何もなかったと。年功序列でこんなことやったってですね。適材適所もできなかったっていう。はい。まあそれに対して、まさに今、日本軍っていうのは、日本政府っていうのは、自分たちは甘い汁を吸って、安全な場所で美味しいものを食べて、そして税金からいっぱい給料もらって、お前たち国民は国を守るのが当たり前だっていう、こういう緊急事態条項っていう悪法を作って、国民を戦場にやって、そして多くの犠牲を払って、まあ戦略戦術家もいませんね、ナポレオンのような。そして戦闘に立つ、将軍もいませんと。大本営に沈まって将軍たちやって、その子は政治家なんかもっと安全なところに常にいて、稲田なんか毎日美味しいものを食べて、国民が、戦地で死ぬのは当たり前だって、これが彼らの考え方ですね。桜井とか安倍っていう。だん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 正体が出てきましたね、これ、はい。まあ、こういう日本を作って、一般庶民は戦争に行かれたり、それにとっての歯向かうと捕まる国がいいのか、それとも泉さんが作る、子供たちのために未来の日本を作っていく。人口もどん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 増えてますと。今日本は人口もどん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 自民党内減ってますと。どっちの国がいいのか、どっちのために戦うべき価値のある日本なのかっていう。はい。こんなのもう誰でもわかるわけですね。天の理に沿ってのは泉さんであって、まあ泉さんが本当の日本を作ってます。もう彼は今もうこの時点ですでに国、海物語を始めてんですよ。彼の姿勢が素晴らしかった、明石の。そして今、所沢とか、日本も、東京の所沢ですよ。さらに広島とか、近隣の姿勢はもうどん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 泉さんに来てもらって、泉さんの真似をしてるんですよ。そしてどん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 泉さんが作る。これも国生み物語で、泉さんが日本を滅ぼしてるのは、人口減らして日本を滅ぼすのは今自民党で、泉さんが新しい日本を今も国生みをしてるんですよ。これで泉さんの、新しい、素晴らしい国が自民党の滅ぼる日本と共に逆に出来上がってんですよ。このあたりよく見ておいてください。まあ日本はこのまま自民党に飲まれて、多分7割の人間は消えていくでしょう。ですけど残った人間たちには、泉さんのもとで、そして仏教ですね。仏教こそ天の理に沿った人間の生き方。何故宇宙が生まれて、何故人間がこの地上で、何を学んで、何を達成するのかを、ものが語ってるのは仏教なんですよ。日本っていうのは1300年前、1600年代に、蘇我馬子と聖徳太子が初めて日本に仏教を受け入れて、そして、12回の会で、そのヒエラルキーシステムを作って、そして17条の憲法で、このように我々官僚は、仏教の達成を目指すべきであるって言って、そして仏教の宇宙観を達成するために、聖徳太子や蘇我馬子、あと藤原の、師っていうのは全部頑張ったんですよ。それがずーっと日本を守ってきたんですよ。それが明治維新において、明治国家ができて、そして仏教を捨て去って、そして、侵略戦争を始めて80年で全滅して、ディープステートに支配されて、今、日本はこんなひどい政治家しかならないと。もう6割は世襲議員で、世襲議員たちはこんな法律を作って自分たちは毎日美味しいものを食べて戦争になって俺たちが生き残ればいいと、国民は守る義務があるなんてこんなこと言ってるんですよ。まあそれに対して泉さんたら、本来に守るべき国、子供たちの未来が約束された国を作って、大人たちが自然にそうしたらナポレオン時代のように守るようになりますよ。どちらが天の理にかなった生き方がわかると思います。今、日本人は2つの選択のやつ、皆さん7割の人間になって、自民党の中で自民党政権と共に滅びゆく7割の日本人なのか、それとも次の日本を泉さんと共に作っていく人になるのか。はい。まあ、新しい仏教を受け入れて、
それが世界を、泉さんを中心に世界を、7つに分けて日本が中心になっていくのは泉さんだよ。まさに泉さんですよ。はい。まあ、今日は以上ですね。このような動きが今日本にあるんですよ。はい、今日は以上です。